オルランド・レテリエル・マルコス・オルランド・レテリエル・デル・ソラールとは、地リの経済学者、地リ社会党所属の政治家。サルバドール・アジェンデ大統領政権下で、外交官を務めたことでも知られる。アウグスト・ピノチェト将軍による、軍事独裁政権時には、アメリカ合衆国へ亡命、首都ワシントン DC にある複数の大学で教弁を、トルモ、1976年チリの秘密警察、 ディーナにより暗殺された。チリテムコにて、父オルランドレ・テリエル・ルイスと、母、イネス・デル・ソラルとの間に末落として生まれる。ホセ・ミゲル・カレッラ将軍国立研究所を経て、16歳の特、起チリ軍事アカデミーに合格。その後同アカデミーを中退し、チリ大学へ入学、1954年に、法学士を取得することとなる。 1955年には当時設立されたばかりの銅山事務所に入り、1959年まで銅鉱残業の調査アナリストとして勤務。1952年チリ大統領選挙では、再度出馬したサルバドールアジェンデ陣営で選挙、運動員に雇われるも、落選を余儀なくされる。その後一家はベネズエラへ転居、同国財務省にて、同材コンサルタントとなった。コンサルタント業を、 一旦辞め、当時設立間もない米州開発銀行へ入行し、上部エコノミストや有志部長を歴任。国際連合の顧問として、アジア開発銀行の設立にも携わった。この間1955年12月17日に、イサベル・モレルフムシオと結婚、4校を設けることとなる。政治に初めて関わったのは、大学生の時であり。 地理大学学生連合で大議員を務めていた。1959年地理社会党へ入党。1971年にはアジェンデ大統領より中米大使を拝命するに至った。当時の南米の社会主義者としては複雑極まる合衆国の政治に精通していたのみならず、同行残業にも造形が深く、類まれなる指導性を有していたためである。 各種手合衆国政府が求める銅山の民営化に、こうしてゆく。1973年に入ると、地理に召喚され、外務、国務、防衛の、各大臣を歴任することとなる。同年9月11日に発生した、地理クーデターでは防衛省の官舎に到着したところ、逮捕されてしまう。逮捕者としては、アジェンデ政権下発の最高医者であった。 複数の強制収容所で拷問に苦しみながら、12ヶ月間拘束を余儀なくされる。最初は、当時軍事アカデミーのあったた、クナ連隊を経て、同村党の政治犯収容所で8ヶ月間を過ごす。その後空軍戦争アカデミーの地下室に移送され、最終的には、利徳強制収容所へ就監。ピノチェト政権は、国際連合総会にて、 再三再始にわたり避難決議が出されるなど、国際的にも外交圧力が高まる時期に当たっており、中津区当時ベネズエラの首都カラカスで、市長を務めていたディエゴ・アリアの尽力もあり、即刻国外へ出るという条件付きで1974年9月、釈放されるに至った。釈放後一家は、カラカスに定住するも、アメリカの作家サウル・リンダウの提案により、 ワシントン DC に向かうこととなる。1975年ワシントンに転居し、当時リンダウンが勤務していた政策研究所で上級特別研究員に就任。また、他国籍研究所の所長にもなり、ワシントン DC のアメリカン大学で教弁をとる。ピノチェト政権にこうして、合衆国連邦議会や欧州各国の政府に陳情を行い続けた結果、 同政権への借款の阻止に成功。1976年9月10日、法令により地理国籍を剥奪される。ワシントン DC にある記念碑1976年9月21日、自動車爆弾によりアメリカ人女子のロニーモフィットと共に死亡。夫のマイケルモフィットも同乗しており、負傷した者の生命に別状はなかった。 元中央情報局工作員で、秘密警察、ディーナ職員のマイケル・タウン・ディや、マレル・コントレラス元ディーナ局長、同じく元ディーナ職員のペドロ・エスピノサ順将をはじめ、この事件で起訴、有罪判決を受けた者は多い。タウン・ディは1978年合衆国にて、殺人罪で、有罪判決を受け62ヶ月間週間承認保護プログラムの参加者として、今や、 自由の身である。コントレラスやエスピノサも1993年にチリで有罪判決を受けている。なお、タウンリーが事件への連座を示唆したにもかかわらず、2006年12月10日に死去したピノチェとは殺人罪で起訴されなかった。ルテリエルとモフィットの両名が勤務していた政策研究所は2006年12月にピノチェとが死去した後、 暗殺事件関連の文書をすべて公開するよう要求。IPS によると、クリントン政権は1万6000を超える地理関連の文書を機密解除しているが、調査を継続中との理由で暗殺事件に関する文書は公表を差し控えているという。ピノチェとの基礎上は準備されていたものの、ジョージ・ W ・ブッシュ政権が握りつぶしたとの説がある。2010年4月10日、 アメリカ国家安全保障アーカイブを通じて入手が可能となったアメリカ合衆国国務省のある文書により重大な事実が明らかとなった。ピノチェトによるコンドル作戦への抗議文が提案され、1976年8月23日にウルグアイアルゼンチン、チリの核合衆国大使へ当該国の政府に渡るよう届けられたものの、同年9月16日には、 ヘンリー・キッシンジャーが握りつぶしたというのである。暗殺事件が発生したのはその5日後であった。ありがとうございます。